ジョセフ・ロート・ブラッドは、ポーランド・イギリスの物理学者で平和活動家、ロシア帝国支配下のポーランド生まれ、ワルシャワの実家は、ポーランド全国で、入馬者運送業を営んでおり裕福であった。彼は、大学入学資格を取得していなかったが、入学するのに、大学入学資格の必要のない、ポーランド自由大学へ入学し1932年に、 物理学の修士号を取得、後に、ワルシャワ大学に移って1938年に、物理学の博士号を取得し、同大学物理学科フェローとして勤務。1935年に死去していたマリア、スクードフスカキュリー博士のポーランド関係者の、パリにおける人脈とリバプール大学のジェームズ・チャドウィック、博士の口利きにより、1939年春より、 サイクロトロン研究のためパリに滞在。ロートブラッドはポーランドに大型サイクロトロンを建設する構想を練っていた。パリ滞在中にナチスドイツがポーランドに侵攻したため故郷へ戻れなくなった。たまたま病気のためパリへ同行できず、ワルシャワに残っていた妻トーラグリンは、ホロコーストの犠牲となり、ベウジェツ強制収容所で死亡した。妻の死は、 ロートブラッドの人生に深い影響を及ぼし、彼は再び結婚することはなかった。後にイギリス国籍を取得した。ラッセル・アインシュタイン宣言に署名した11人の科学者の一人であり、パグウォッシュ会議の会長を務めた。マンハッタン計画に参加したが、ナチス・ドイツに原爆の開発能力がないことが明らかになると、原爆開発はもはや不要であるとして、 完成前に脱退した。1995年にパグウォッシュ会議とともにノーベル平和賞受賞。王立協会フェロー選出。彼は生涯自らポーランド人であるという意識を強く持っており、亡命ポーランド人たちのコミュニティに暮らしてポーランド語を話し、自らのことを私はイギリスのパスポートを持っていますがポーランド人です。と言っていた。 ありがとうございます。